いや。鬼だの何だの。僕は死んじゃう。レンジフードの掃除から精査の。主が戻ってきたということはもう安全ということか、うん、今そっちに行く。それでどうじゃった。どうせあやつはわしを探偵士に連れ戻そうとしておったんじゃろ。とっくに察しはついておるぞ。ほれハンカ、この小娘は信用できると思わんか。彼女は確かに私たちを助けてくれました。しかし事態が複雑になるのは避けたいので。すみませんが、やはり私たちのことは放っておいてください。はあ、ハンカを探してどうする。きっとあやつはわしを捕まえに来たんじゃん。探偵士の医師が探していた相手がハンカだと示せる証拠はどれだろう。これが証拠だよ。この手紙は。待て、主、薬王秘伝の名は聞いたことがあるぞ。確か魔音の実と儒家の王を崇拝する熱狂的信者じゃったか。じゃあが、ハンカは違う。彼女はわしに魔音の実を治してくれとまで言ってきた。白老様、そのことは絶対に他の人には話さないと二人で決めたではありませんか。魔音の実の治療、怪しい。彼女が薬王秘伝だと示す証拠はないかな。ちょっと待って、もう少し探してみる。ちょっと待って、ちょっと待って。これは薬王秘伝から手に入れた処方箋。白露、見てみて。この処方箋の筆跡、主がくれた紙に書かれていた字と全く同じ。じゃあ主は本当に薬王秘伝のものなのか。ハンカの嘘つき、この大嘘つきめ。ごめんなさい、白露様。確かに私は薬王秘伝のもの、そしてあの探偵士の意志もきっと私を捕らえるために使わされたのでしょう。ですが私は決して白露様を傷つけようとしたわけではありません。むしろ白露様を連れ出して安全を確保しようと。同点を出る前に白露様と取引をしたのです。このことだけは絶対にやり遂げなければ。お願いですから彼女を連れて行かないでください。先に白露の話を聞いてみよう。人の傷や病は治せても、悪しき心は治せぬ。本当に探偵士から逃げ出す手助けをしてくれる者が現れたと思ったのに。はあ、もうよい。イライラすると背が伸びなくなる。もうハンカのことで怒るのはやめじゃ。わしも話に聞いたことがあるだけじゃ。探偵士の官位台にある書物を読んでいなければ、この泉州で薬王秘伝という言葉を知らなくとも無理はない。
昔、どれくらい昔じゃったか。とにかく長命種にとっても随分と前の話じゃが、先週は儒家の王を信仰する組織を根こそぎ排除したことがある。なぜかというと、薬王秘伝の連中の気が狂ったからじゃ。奴らは本当の意味で頭が壊れてしまった。先週人は魔王の身になる宿命から解放され、再び工場なる弱滅に戻ることを望んでおった。しかし薬王秘伝は魔王の身は祝福であると、平凡な命からの進化だと考えたのじゃ。聞こえはいいが、つまりは自分が理性のない化け物になることを許容するということじゃろ。そこで運気軍と獣王氏が手を組み、奴らを一掃した。じゃが、鳴りを潜めることと伝承が絶たれることは別の話。病と同じように症状が顕著に現れないものこそ本当に厄介なのじゃ。あやつらは消えていないどころか、水面下で密かに勢力を広げておったらしい。その質問を先週人は何千回も自分自身に問いかけておる。数えきれないほど多くの医術に通じる者たちがその呪いを解くために研究に没頭してきた。残念なことに、いくつかのもっともらしい答えを除いて誰も結論には至っておらぬがの。儒家の王がもたらしたものは波の生命を持つものでは見抜けぬとしか言いようがない。ある医師は先週人の肉体は普及じゃが、記憶は歳月とともに増えていくと考えておる。そしてやがて脳の容量の限界に達し、それ以上の記憶は残せなくなるとな。最も鮮明で最も強烈な記憶だけが残る。楽しい思い出などではなく、大抵は後悔や憎しみ、悲しみといったマイナスの記憶が蓄積されることになる。それこそが魔音の身に落ちる予兆。じゃがそれ以上に恐ろしいのは、その後に訪れる肉体の変化じゃ。そんなことわしにわかるわけがないじゃろう。やつらの顔に我こそが薬王秘伝なりと書いてあるわけでもあるまいし。申し訳ありません、白露様に真実を打ち明けることができませんでした。ですが私にはやむを得ない事情があって。私は龍女様に恋人の救済を頼みました。ですから交換条件として彼女を連れて探偵師から逃げるとの約束を。寿命族の掟に反することをした以上、探偵師は必ず私に罰を下すでしょう。ですがそんなことを気にしている場合ではありません。あの人が死ぬところを黙って見ているなんて私にはできない。ですから。私に残された時間は多くありませんが、構いません。聞いてください。逃げてしまえば大丈夫だと思っていたんです。まさか追っ手が来ると。薬王秘伝に加入したこと、そこで経験したことをどうしても彼女には打ち明けられなかったのです。主はわしによくしてくれたが、隠し事をするべきではなかった。大人が何を隠したか、それを当てなければならぬ状況は大嫌いなのじゃ。頭が痛くなる。
彼の名前は両目。薬を求めて青春にやってきた短命種です。以前の私は短命種のような儚い命がもがき苦しむ必要などあるのかと疑問に思っていました。ですが病の苦しみに耐えながら治療を受ける彼の姿を見て、私の胸はぎゅっと締め付けられたのです。あの感覚は甘く、そして苦しかった。生まれて初めての経験でした。まさか自分が短命種を愛してしまうなんて。そこで私は白露様の存在を思い出したのです。普通の人間の病であれば龍女の涙で治療することができる。しかし白露様が自ら行う問診はすでに30年先まで埋まっていました。ですからこのような方法を取るしかなかったのです。白露様、お許しください。私にはすでに魔音の実の兆候が現れています。薬王秘伝は魔音の実を当選とみなしていて、常に奇怪な薬で発症を促進させているのです。私も例外ではありません。しかし両目に出会ってから私は当選を恐ろしいことだと考えるようになりました。不老長生になったとしても彼がわからない、彼を思い出せない、あるいは彼の知らない姿になってしまったら。ですから私は薬の服用をやめて逃げ出したのです。道中は龍女様の助けもあって無事にここまで来ることができました。確かに隠し事はしておったが、こやつの恋人を助けると約束したからの。長年診察を続けてきたが、人が苦しむ姿を見るのは未だになれ。白露様、ハンカ、これからどうしたいか言ってみろ。私は薬王秘伝や獣王子の人間に捕まりたくありません。誰にも見つからずに龍雲私まで行く方法を探さなければ。